はい、どうも、星野トンネルです。今日はですね、前回野球工房 M さんで水のプロの新作シリーズいろいろ紹介させてもらったんですけど、今日はですね、こちらも SNS で今露出がかなり増えておりますグローバルエリートの新作を紹介していきます。個人的にはですね、ダイバーシティが終わりまして、次どんなの来るかなみたいなところだったんですけど、 SNS では結構発表ありましたが、こちらが超最近入荷したということで撮影させてもらってます。説明読んでいますと、グローバルエリートジャパン圧倒的な軽量感をという公式シリーズになってます。うちのチャンネルだと一番新しいのだと、この前やったのがインフィニティネオの後のシリーズとして出てきたのが、はい、こちらのロゴになってます。この周りがレッドラメですね。これが新しいシリーズのグローバルエリートジャパンってやつなんですけど、さっきあったように圧倒的な軽さをってあったと思うんですよ。めちゃくちゃ軽いです。あのグローバルエリートって出た当初、自分が中学何年生の時なんですけど、その時ってめちゃくちゃ軽かったんですよ、グローバルエリートで。まあ、結構そのシリーズを増すごとに軽量感がちょっと落ちてってた気はしたんですよね。まあ強化されてるっていう部分ではしょうがないと思うんですけど、で今回のやつはめちゃくちゃ軽いので、あの最初にグローバルエリートをはめた時の感覚に結構近いですっていうぐらい、めちゃくちゃこの軽さを今感じました。でこれまでのグローバルエリートってそのジャパンではなかったらしいんですけど、今回のこのグローバルエリートジャパンになってましてですね、作っているところも違うと。で全国1000個になってるそうです。で補給面にはこのグローバルエリートジャパンっていう刻印が入ってますね。これ初めて見ました。でまずこのはめてみての感想なんですけど、ちょっとタイトかもしれません。もしかしたら少し個体差はあるかもしれないですけど、ちょっとこの入れた感じがタイト設計です、このミゾの中で比べた時に。なので、まあ、中学生とかでもこのブカブカっていうのは感じないような気がしますね。この内部のところがピッチャー用、内野用、外野用全部入ってるんですけど、特徴説明していきますと、まず1つ目、調達から加工までを全て国内で行っていると。まずこれが1つですね。全部日本で行っている、まあ、グラブというのが1つと、その軽量感の中で、まあ、耐久性って絶対大事になってくるんですけど、補給面のこの内部にですね、当て革を入れてしっかり感と張り感を出していると。まあ、ちょっとこれに関しては見えない中の部分ですね。この間の表側と裏側のこの間の部分に当て側が入っていると。で、ベロウラフィットムートンっていうのも見えないんですけど、以前 5DNA とかであったのとは違ってですね、これ普通にムートンついてるじゃないですか。この中の、この間に触るとクッションが入ってるんですよ。ウレタンというか、このちょっとふわっとしてるような。これでおそらく手の入れた時のフィット感を出していると。もうちょっとこう、やっぱり上から圧迫される感じがありますね。けど、大きさ的には多分こんぐらいのが入ってるんで、この1点で当てるっていうよりかは全体的にフィットするっていう感じです。多分これもはめたら一発でわかります。と、4つ目がこのラベル。ロゴですね。限定ロゴ。という感じの特徴になってますね。けどやっぱりピッチャー用とか持っても全然軽いと思います。そのグローバルエリートで見た時に。他のシリーズと比較して、なのでちょっとグローバルエリートらしさが出てるんじゃないかなって個人的には思います。その軽さとして。で全部カラーはラディッシュカラーになってます。で本体カラーラディッシュ、レースラディッシュで、これはピッチャーだけじゃなくて野手モデルも全部、外野手用、内野用全部ラディッシュになってますね、という今回のシリーズです。まあ、それなんでこの内野手用を使っている場合はショートとピッチャーとかサードピッチャーとか、そういうのも多分できるように、まあ、学生対応だからこそそのグローバルエリートで作業されているのかなと思います。そしてもう一つ、こちらは軟式コーナーですね。軟式コーナーには草野球シリーズの、まあ、一般カラーが入荷してまして、グローバルエリートでこちらです。こちらはインフィニティネオですねの限定カラーということで、このゴールドが使われている、ヘリカーにゴールドが使われているシリーズなんですけど、ラディッシュシルバーゴールドとディーブルーシルバーゴールドっていうのが入ってます。はい、福岡だとこんな感じですね。まあオーダー感というか、なかなか既製品で出てこないカラーなんですけど、まあ、こういう配色がドンピシャだよっていう人にはもうオーダーを待たなくても低価格で購入できるっていう感じですね。でこの平裏にはグローバルエリートの直刺繍が入ってます。インフィニティネオに関してはかなりクオリティ高くてですね、グローバルエリートの中だったら一番最上級のクオリティを出してるかなと自分は思ってますので、かなりグレードは高いと思います。まあ、あとはこのゴールドとかってなかなか出回らない限定カラーとかで出てくるカラーだと思いますので、これもですね、まあ、要チェックかなと。そしてこっち、さっきラディッシュって言いましたけどレッドでした。レッド、シルバー、ゴールド
の組み合わせですね。これに関してもサイズ9、サイズ10、そして外野用が入ってますので、もし気になる方はチェックかなと思います。かなり、作りも丁寧でクオリティとしては十分なクオリティかなと、このインフィニティギアに関しては思います。はい、あとはですね、こちらのレガシーのフレアグリップが新しく入荷しているということで、これカラーも実はですね、ブラックじゃなくてよく見るとネイビーなんですよ。多分映像でも伝わってると思います。通常レガシー、あのブラックがこれまで出てたんですけど、限定カラーでネイビー、そしてこのフレアグリップっていうのが入ってきてますね。あとは一番最新作だとレガシーメタルの予約も始まってるということで、そちらも野球公明さんで予約可能となっております。あとこれもありましたね、軟式ノックバットのビヨンドのやつ。これはですね、まあ自分は初めて見たんですけど、軟式野球部とかで簡単に多分飛んでいくと思いますので、まあ実戦に近い打球、速い打球も打てるし楽に打球も打てると思います。これちょっとこれまでなかったので、もし気になる方はチェックですね。コーチ陣の方チェックかなと思います。はい、というわけで本日は野球神戸目さんで、前回の水のプロ特集に続き、今回はグローバルリートを紹介しました。ちょっとまたですね、グローバルリートもその新しいシリーズ始まったりとかしてますので、学生から草野球人、一般野球人の方もですね、注目かなというふうに思います。多分触ってみると違いが全然わかると思うんで、もし気になる方はですね、足を運んでいただいて現物を触ってチェックしてほしいかなというふうに思います。そんな感じでまた面白い野球技やったら紹介していきます。それでは今日の話は以上です。よいしょ。道は続いてこう。そして今月のプレゼント企画はこちらのウィルソンの軟式内野用グラブを1名様にプレゼントします。こちらは自分が肩つきを軽くさせていただきました。草野球でも使えるカラーグラブとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。